会をプレゼント。大丈夫、行くよライオンちゃん。お洗濯の敵ゾンビ臭よ、ご機嫌よ。ライオンちゃん、僕を撃つんだ。そう、早く。パート2、洗っても蘇ってくる匂いにはポップクリアリキッド抗菌。今ならゾンビ臭救済ギフトセットプレゼント。この動画は今日を愛するライオンの提供でお送りいたしました。おはようございます。おはようございます。本日は主役の小坂井さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、これ、ちょっとめくりますね、ごめんなさい。スタート。あ、ちょっと。はい、ありがとう。はい、あ、そして戻っちゃうの、匂い。戻り生際、乾き臭。朝洗濯して忘れてそのまんまとかって。あ、そういうのも平気ですよってこと。平気ってことですよね。すごいね。出ました、今日の当たり目のところ、ね、はいはい、あそこの上から。へぇ、ちょっと高いですけど。うわ、怖っ。ちょっと高い。はい、よーい、スタート。出ました、今日の当たり目、詰め替え用プレゼント。カット。はい、はい、カット。ありがとうございます。改めてじゃあご挨拶お願いします。一例で皆さん本日よろしくお願いします。技の名前っぽく長く言うこと。ああ、ゾンビ臭よ、ごきげんよう。よーい、スタート。大丈夫、行くよライオンちゃん。お洗濯の敵ゾンビ臭よ、ごきげんよう。はい、よーい、スタート。ライオンちゃん、僕を撃つんだ。さあ、早く。はい、はい、カット。はい、ちょっとチェックさせてください。はい、じゃあこちらお渡ししました。ムービーの撮影が全て終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。よーい、スタート。
ゾンビ臭に一言お願いします。ゼロの薄いやつは豚なんで、豚なんで、スタート。はい、カット。はい、よーい、スタート。逃げろ、ゾンビシューが来るぞ。はい、カット。ゾンビシューに対して一言お願いします。ゾンビシューよりバレンティンのおならの方が強烈です。小説あり。ありがとうございました。ありがとうございました。やっと僕もハリウッドに行けるんだなと思いましたね。二人でハリウッドに行こうってこの間祝杯をあげたばかりです。はい、ね、僕はあまりやったことないカットなんかもありますし、思いもかけない特殊な状況にね、二人でちょっと危なくなったりしますんで、やったことないジャンルの芝居もしてるんじゃないかと思いますんで、楽しんでいただけたらと思います。はい、こうライオンちゃん僕を撃つんだ、あのセリフはジーンときましたね。あれは僕自分で後でもらってですね、自分のうちの家族全員にもう一回見せたいと思っております。はいはい、親戚にも。なかなかああいう場面やらせてもらえませんからね、バラエティだと。僕を撃つんだみたいなね、もう平気で撃ってくれましたから嬉しかったです。いいことだよね、それでよかったんだよね、ありがとうございます。ね、スタジオだとライオンちゃんはこいつも僕がふざけてて大事なとこちゃんと締めてくれる役でしたから、はい、今回もそういうことで同じように僕がふざけてもちゃんと締めてくれるという嬉しい頼もしい仲間でございました。もう3年ぶりって聞きはしないですね。会ったらもうすぐおっていう感じで、同窓会の時ってそうじゃないですか、何年経ってもまた昔に戻るみたいな感じでございました。はいはい、ちょっと前よりいい男になった気がしますね、ライオンちゃんが。はい、色艶も良くなったしね。そうなんです、これなかなかね絵では伝わらないんですけどもね、ゾンビ臭っていうのは皆さんこれから言うことはよく聞いてくださいよ。このインタビューで一番ちゃんとしたことを今から言いますからね。はい、部屋干し臭、うっかり干し忘れ臭、戻り生乾き臭、この3つ、これを総称してゾンビ臭というんです。皆さんこれを覚えてください。さあ私が言ったらもう一回言ってください。ゾンビ臭、ゾンビ臭く。昔僕父親と南極に行きました。はい、20年前ですが。で、南極の基地っていうのは あそこも環境が大変なのでお風呂とかがなかったんですよ。だからずっとこう同じ肌着を着てたんですが、寒いので確かにその時は臭いとかないんですが、内地というか南極からチリに戻ったんですね。肌着をね、一回帰ってホテルでやっぱ洗ったんですよ。したら男の洗い方ですからこれですね、部屋干し臭とか、あとすぐに干さなかったから干し忘れ臭、これですね。この2つがチリであったんでゾンビ臭って言ったんです。ゾンビですね、何度でも蘇ってくると言いますかね、いつ会っても前と違う人になってるんですよ。だから僕もそれこそ萩本さんとはお会いしてから40年ぐらい経ちますけど、いまだにわからないんですよ。普通40年お付き合いしたら、あの人はこういう人ですって会うたんびに違う人なんですよ。怖いです。
早く僕にも小坂へ俺を撃ってくれって言ってほしいなと思います。はい、すぐ撃ちます。関根さんもそういう意味でね、いつも新鮮な人なんですけど、あの先輩なんですよ、 僕のとっては。事務所にも入ったのも先輩ですし、年齢もちょっと上ですから先輩なのに、あのほとんど同級生みたいなんですよ。で僕が番組やってますと、たまにゲストにも来てくれるんですけど、必ず僕の番組を見た感想を留守電に入ってるんですよ。で電話に出ちゃうと普通の人なんですよ。あ、関根です。出ないと留守電だとちょっとあの変なこと言い出すんですね。それであの番組の感想を言って、僕の隣にあの久本さんがいたりするのに、横にあの喋れるプードルがいてびっくりしたよとか、わけのわからないコメントを残すんですよ。あとここでは放送できませんけど、人に喋れないんですよ、ここまでで勘弁してください。よろしくお願いします。面白い人です本当に。皆さんこんにちは、小坂井和樹です。今回ゾンビ臭と戦う超大作アクションウェブムービーが完成いたしました。スタッフ、キャスト、さあ全ての魂が注ぎ込んだ素晴らしい大作になっております。僕とライオンちゃん、これで来年はハリウッドに行こうと思っておりますね。はい、ぜひ皆さんもご覧ください。